どうも、ロケ側です。よろしくお願いします。さあ、早速行きましょう。本日開封するベースボールカード、こちらです。コーン。2023BBM ベースボールカード、ファーストバージョン。こちらの2箱目、開けていこうと思います。まずは前回の、このファーストバージョンの動画、たくさん見ていただいて、本当にありがとうございます。感謝しております。動画では2箱目なんですが、動画ではです。包み隠さず言いますと、個人的には3箱目の開封となります。というのもですね、久しぶりにちょっと動画外で友達とも集まりますし、パック開封ワイワイとしたいなという感じで、2箱目開けました。トータル3箱買っているので、まあこれが最後の3箱目ということになります。そしてですね、友達と開けた2箱目の内容、まあ簡単にご紹介すると、佐藤輝明選手のスーパーシークレット、松井裕樹選手のシークレット、ルーキーの銀紙パラレルはベイスターズも出ました吉野選手と楽天平選手、そして一番シリアル数が小さかったのはこの湯浅選手のホロハクサイン、ホロですね、光ってますね。こちらが50シリアルです。湯浅選手ちょっと抹消が心配ではありますが、またね、戻ってきてバリバリ投げてほしいですね。最後にですね、一番テンションが上がったのはこちらでした。松尾選手フューチャースターダムの金箔パラレル。通常のインスタとは違って、この縁のところ金色になってます。シリアル的にはこれ200シリアル。あんまりまあ少ないわけではないんですが、松尾選手のカードは一箱目も含めて、レギュラーカードも一枚も当たってなかったので、初めてこの形で出会えて嬉しかったですね。先日はバウアーともね、二軍戦でバッテリー組みましたし、バウアーにも褒められておりました。もうとにかく楽しみな松尾選手のシリアルカードです。といったところが二箱目当たっておりますが、シリアル数で言うと前回の一箱目もそうでしたが、50シリアルが一番小さい。まあこちら実質3箱目ですけれども、さらに貴重なカードね、出てくれるといいなと思っております。それではファーストバージョン開けていきましょう。それでは今回も引き続き夢広げていこうと思っております。まあ直筆サインとかクロス 3D カードとか、まあ、メモラビリアもそうですね。欲しいカードはたくさんありますが、この2箱目。ちょっと2箱目、3箱目、ややこしいので、2箱目で統一させていただきます。動画での2箱目。最初のカード。最初のパック開けていきましょう。こちらから、丸選手からですね。どんどんいきます。佐野選手、ロスムーン。塩見選手。清水選手。友杉選手。早速、銀白サインですね。田中千春選手、ちょうど勝ちパターンに入るかもみたいな記事も見ました。田中千春選手の銀白サイン。キラキラの中村翔吾選手。松本剛選手、クロスムーン。中村拓也選手。クロスムーン3枚箱。則本選手。クロスムーン3枚箱。3枚パックですね。前回の動画もなんかいろいろ勘違い、言い間違いが本当に多くて。大変失礼いたしました。編集で直せるところは直しております。気をつけたいと思います。小川選手。秋山翔吾選手。レギュラーカード初めて当たりました。絶好調ですね、開幕からね。あ、タイガースのチェックリスト。新人選手たちですかね。次が、山浅選手。お、また阪神ですね。フューチャースターダム森下選手のインサートカードです。先ほど紹介した実質2箱目も、湯浅選手とか佐藤選手シークレット。なんか阪神運があるんですよね。まあこれはまあインサートなんであれですけど。松井裕樹選手。松本剛選手。角中選手。今井選手。山口浩輝選手。はい。では続きまして、またも阪神のスタートですね。佐藤輝明選手、クロスムーン。
大島選手、森浦選手、ウォーカー選手、ルーキーの林選手をまたフューチャースターダムですね、続けて出ました。今度は庄司選手のフューチャースターダムインサートです。3箱も開けてるとフューチャースターダムも揃ってきました。斉藤選手、こちらもドラフト1位のルーキー、しかもキラキラ。佐藤俊也選手、ギータ、柳田選手に田中マー君、88年世代が最後は並んで出てきました。はい、次はブリンソン、ベイスターズ戦強すぎるブリンソン、青柳選手、こちらで坂倉選手、西純也選手、よいしょ、よいしょ、はい、長谷部選手、大野選手、キラキラは戸郷選手ですね、宮城選手、クロスムーン、岸選手、近藤健介選手。はい、続いては岡林選手のクロスムーン、ビーズリーで合ってる、ビーズリー選手ですね、伊勢選手、船場様選手、加藤豪介選手、伊藤博美選手、キラーカード、今宮選手、茂木英五郎選手、伏見トライ選手、最後金子裕二選手。どんどん参りましょう。続いてのパックは、京田選手、ベイスターズ京田選手、なんだかんだでやっぱりショートスタメンは京田選手が今のところ安定してますね。西選手、サンタナ選手、ジャイアンツチェックリスト、吉村選手、野田選手、ルーキーが続いて、またもルーキー加藤豪介選手のキラカード、石井監督、小島選手、鈴木大地選手。さあさあ、動画的には素晴らしい、静かな滑り出し。遠藤選手、アンバギー選手、サイスニード選手、岩崎選手、茨城選手、宮内選手、リューク選手ですね。もちろん期待してるんですが、応援歌が大好きです。リューク選手のキラカード、松本選手、本田ひとみ選手、カスティーヨ選手。はい、はい、続いてベイスターズですね。こちらもベイスターズからスタート、宮崎選手絶好調。いやー、ここに来て一番調子いいぐらいのシーズンですね。頼もしい。柳選手、中村悠平選手、いつぼ選手、山田春人選手、銀白サイン松本剛選手です。松本選手の背番号7は似合いますよね。前の12も好きでしたけど、こちらの松本剛選手、銀白サイン、野田選手、キラキラ、佐々木朗希選手もいいですね。絶好調ですね。3戦3勝、無失点。最後は北山教授で終わりと。あ、最後じゃなかった、すいません。田中選手のクロスムーン。はい、今日は声の調子があんまり良くありません。先ほど友達と集まったとも言いましたが、おそらく酒が原因でしょう。お聞き苦しかったらすいません。はい、中野選手、ちょっとトーン上げていきましょうか。中野選手、涌井選手ですね。涌井選手にも勝ちがついてほしいですね。森圭斗選手、矢沢浩太選手、ドライチ、これは初めて見たパターンですね。
まあもうここまで出てるんで開けますが、千葉ロッテ、内野手、中村翔吾ということで、はい、初めて当たりました。ジャポニズムというインサートカードの中村翔吾選手。はい、和紙テイストというかね、このプリントも味のあるものになっております。ジャポニズム中村翔吾選手、シリアル的には200/87。まあ、これはチェックリスト見てても欲しいカードの1枚だったので、嬉しいですね。中村翔吾選手も今年チーム引っ張ってますからね。優勝を目指してロッテも頑張っていただきたいです。はい。いいですね。やっぱりいろんな種類が出るというファーストバージョンの良さが味わえております。田中選手、ロッテのチェックリスト、ロッテ3枚続きましたね。はい、与座選手、与座海人選手、アストゥディーヨ選手、エンス選手ですね。はい。結構なんかツイッターとか見てるとジャポニズムが入ってるとシリアル5枚箱っていうイメージがあるんですけど、まぁ、ちょっと過度な期待はせずに行きましょうかね。伊藤将司選手からこの箱始まります。伊藤将司選手、カープ、チェックリスト。おー、かっこいい。アキーノ選手、岡本和真選手、浅野翔吾選手、ドライキ続いて伊藤真央選手、お、湯浅選手ですね。湯浅選手のキラキラ、スピードソルジャー、周東佑京選手、宗選手、根本選手でしたと。これ中村翔吾選手のこの名前のフォントって中村と翔吾で分けてるのかな？すいません。まあ、どうでもいいっちゃどうでもいいんですけど、気になったので。はい、では、次のパックです。はい、栗林選手、大野選手、伊勢選手、戸井選手、奈良間選手、おう、フューチャースターダム、松尾選手、こちらは通常バージョン。松尾くんはレギュラーカードも出ないのに、フューチャースターダムがいっぱい出てくれます。嬉しい限り、西川選手、中島監督、はい、またも中村翔吾選手、最後は高橋光成選手。高橋光成選手も調子いいですね。さあ、続いていきましょう。山崎幸太郎選手、湯浅選手、お、根尾くんだ。根尾選手、根尾投手、大城選手、ルーキー、青山選手、おお、おお、これは、嬉しいですね。浅野選手の銀紙パラレル、銀紙パラレルドラフト1位初獲得ですね。300CR ですけれども、いいカード。はい、浅野選手でした。さらに、ドラ1、矢沢選手、クロスムーン、和田選手、西川春樹選手、荻野隆選手。この銀紙パラレルのカードって、BBM の公式さんの動画で、日本一早いパック開封っていう動画で、開けてる人が思いっきり見落としてましたけど、どうでしょうね。公式の方が見落とすようなシリアルカードってどうなんでしょうかね。ちょっと思うところもありますが。小笠原選手、赤星選手、西川選手、クロスムーン。あ、西村選手なんですが、この後ろいい光り方ですね。この後ろ、キープ。本日最小シリアルの可能性が十分にございます。そして今永選手も初めて当たりました。嬉しいキラカード。先日の8回無失点、広島戦。いやー、さすがといった感じ。ラストサムライっていうその表現もかっこよかったですね。西口選手、山本由伸選手、クロスムーン、山口幸喜選手、平選手と。さあ、じゃんじゃん行きましょう。ケラー選手。これどっちケラー？ B ケラー、B、B ケラー選手、ブライアンケラー選手、松本選手、エスピナル選手、門別選手、古川選手、
長岡選手のキラ、鈴木大地選手、上川畑選手、福田周平選手はとても喜んでおりますが、シークレットではないですね。動画通常です。山口浩輝選手のクロスムーン。そういえばシークレット見落としてるかな。ちょっと気にせずに開けてたのでシークレット見落としてるかもしれません。さあ、では行きましょう。菊池選手、今永選手、通常のレギュラーカード、増田選手、高橋奎二選手、お、銀紙パラレル、ルーキー銀紙パラレル、大野選手ですね。大野和夫選手、松井和夫さんと同じ名前の大野和夫選手。はい、ルーキー銀紙パラレルも2枚目が出ました。続きですね、牧原選手、ホークスチェックリスト、浅村選手、中川圭太選手、源田選手のクロスムーン。ジャポニズムがあるとシリアルが5枚という説が正しければあと1枚シリアルカード残っているかなと思います。はい、まあ、4枚でも十分ではありますが、戸郷選手、リューク選手、デビッドソン選手、小笠原選手、橋本選手、ベスターズのルーキーですね。はい、平選手、お、吉野選手、またベスターズのルーキー、投手2枚引き当てました。東條選手、ソンチャーホー選手、最後は有原選手ですね。有原選手もメジャーからの復帰組、今年どんな活躍見せてくれるでしょうか。あっという間ですね。ラスト4パック。残り4パック。最初はキャプテン、佐野啓太選手。あ、スワローズチェックリスト、つば九郎。これ欲しかったですね。可愛いですね。なかなか一面に取り扱ってもらえない鳥ですが。フリップゲー、スケッチブックゲーのつば九郎、スワローズチェックリスト。高橋周平選手、ルーキー門脇選手。こちらもルーキー杉沢選手。おー、いい銀白サイン。いい銀白サイン、森啓斗選手。森選手、ちょっとオープン戦の最後の方からね、調子落として、二軍戦ちょっと自打球で怪我もしてってね、いろいろね、今調子上がってこないですけども、グラウンド駆け回る姿を見たい選手ではあります。柳田選手、水上義信選手、美馬選手、増田選手、はい、床田選手、西勇輝選手、はい、大山崎康明選手のクロスムーン、斉藤裕太選手、小谷選手、ドライチが続きますね。内藤宝選手、キラカード。東浜選手。ファイターズ、チェックリスト。はい、栗山選手、森友哉選手と。さあ、この箱もというよりも、今のところ買っているファーストバージョンも残り2パック。泣いても笑っても残り2パック。マクブルーム選手、村上選手。調子ももう少し上げてほしいですね。村上選手もね。松田選手、青柳選手、ルーキー川野選手。あ、シリアルですね。こちらはクロスムーンですが、光ってます。パラレルです。クロスムーンのパラレル、中川圭太選手、100シリアル。あ、やっぱりじゃあシリアル5枚でしたね。ジャポニズムシリアル5枚説、合っておりました。中川圭太選手のクロスムーンパラレルでした。岡本選手、山岡選手、マリーンズチェックリスト、水上義信選手ですと。さあ、
最後のバックラストは、まず松葉選手からですね。松葉選手、桑原選手、初めて当たった。レギュラーカードもなかなか揃わないもんですからね。で、ナイスですね。石山選手、ルーキー吉田選手。あ、はい。柳町選手、シークレットです。ロゴの色が違いますし、まあ、わかりやすいシークレットですね。いい表情。このいい表情がメインの柳町選手のシークレットですと。中野選手。和田選手。上沢選手。なんか最後のバック、いい表情のカードが多いですね。笑顔のカードが多い。笑顔で終わりましょう。松井和夫監督と最後は宮城選手のクロスムーン。ということなのですが、最後にこちらですね。この西村選手の後ろ。これ僕の予想では、というかチェックリストを見た限りでは、50シリアル以下が出てると思います。さあ、どんなカードか、どんな選手か。お、オリックス。オリックスの、はい。おー、宇田川選手。宇田川選手の、これは、さては、正真正銘、パープル箔ですね。10シリアルじゃないですか。ほら、10分の4だ。おー、いいの引けました。はい、10分の4、宇田川選手のパープル箔です。前回の動画でピンク箔のカードをずっとね、パープル箔って言って勘違いしてましたが、正真正銘パープル箔。10シリアル、なかなか貴重なカードですし、宇田川選手というのも嬉しいですね。ということで、動画での2箱目はなかなか面白い結果になりました。ルーキー、銀紙、パラレル、ドライチャー、佐野翔吾選手、そして大野和夫選手。シークレットは柳町選手ですね。初めて当たりましたクロスムーンのパラレル、中川圭太選手。そしてもう初めて当たったものばっかりですね。ジャポニズムも初めて当たった中村翔吾選手のものと、宇田川優希選手10シリアルのパープル箔、箔サイン。以上の結果でした。もしかしたら10シリアルって、僕がパックから引いた中では一番少ないカードかもしれないですね。まあ当初の狙い直筆サインとかではなかったですけれども、嬉しいカード当たってくれました。よかったです。よかったな。ということでファーストバージョン動画2箱目の開封以上になります。もう1箱追加しようかなとも思ってしまうぐらい、やっぱり開けてて楽しいボックスなので、皆さんもね、通販もそうですけど、本屋さんとかカードショップで見かけたらぜひとも一パックでも買ってみたら面白いんじゃないですか。やっぱり野球好きの方はテンションが上がりますよ、こういうカードは。はい。それでは、本日の開封動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。余計川でした。また今度。